お母さん、絶体絶命都市4プラスの一強が始まるから早く来なさい。何をやってるんだい？お母さん？ちょっと今似てるから、いつものように似てるから、今日はもうグツグツの音で聞こえない、お父さんの言ってること聞こえないから。で、今日は似たりもするけど、焼いてから似てたからちょっとまだいけないから、もうお父さん何言ってるかわからないから、ごめんなさって本当に。お母さんもいいから、早くもう、なんだもう、まったく。で、おなじみのマサルコです。さあ、絶体絶命都市4プラス、発売日が1ヶ月ぐらい遅れましたが、やっとこの手に来ましたので、とにかくね、やってみたいと思います。まあ、体験版はやったんですけども、まあ、その続きということで、テンションが上がっています。それではボタンを押したいと思います。ボタンを押したよ。おーい。ニューゲームでいいよね。オプションってなんだね。スペシャル。オプション。あ、スペシャ、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。それをごめんなさい。オプション。タイトルメニューオプション変更は、ニューゲーム選択時のみ反映されます。ゲーム内から変更することもできます。はい。ああ、ほんと。ああ、へえ、キー、A タイプ、振動オン。はいはい。画面の明るさはまあいいでしょう。ほんと。ほんと。何？どういう感じ？なの？ほんと？ああ、ちょっと違う？見やすい方がいいな。なんかこれちょっとかっこいいけどね。これがでも見やすいね。見やすいけど、なんかこれかっこいいな。これかっこいいからこれにします。おいで、オッケーオッケー。ん？違う、オッケーだよ。はい、オッケーです。ビジュアルはなんだね。BGM がいいね。あ、もういっか。もういっか。始めるか。ニューゲームいきまーす。音がもういいもん。音がもう楽しいもん。音が。もうボタン押す音が。はい。はい、来ました。これはもう前回というか、体験版と一緒かな？これね、雪が降ってます。クリスマス、ちょうどいい時期。ちょうどいい。もうね、街はクリスマスですよ。ある日、そうでもないか？あなたがす初いめまてせん。訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん、冷静に振る舞うだろ怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。もうちょっとそこ合わせられなかった？二人とも。あ、そうだね。これはですね、もう人生を変える機会と捉えたいね。そう捉えたい。そう捉えようと思いま僕す。は。ありがとうございます。はい。これ、私は。体験版は私はでやったんだけ僕ど、は。どうせな、体験版だとね、僕はは選べなかったらしいので、僕はで、やっぱなんか男主人公にしたいよね、なんかね。どうせじゃね。はーい。僕はこんな顔をして。顔の選択、これも初めてだね。L で顔の選択。変わった？今。変わったかい？顔。あ、変わってるのか。あ、これちょっと垂れ目？垂れ目か、キリッとしてるか。あー、3種類かな？
これちょっと男らしくない？これにしよう。この感じ。ちょっとこう、キリッとしてかっこいいじゃん。で、肌の色。グレーな。黒いな。チャラいな。いやー、やっぱ、今はね、美白ですよ。男も女も美白。うわ、白。一番白。これが一番白いかな？これにしようかな。はい。そして、こんな髪型をしていた。はいはい。ん？変わった？あ、変わってるね。おお、短っ。はいはい。はいはい。これすごいね。これすごいね、これ。なかなかですよ。あー。でも爽やかな感じにしたいな。これちょっと爽やかすぎるか？これ、やばいね。いや、なんか、やっぱ、なんかあれだな。どうしてもこれで止まっちゃうね。いや、これで行きましょう。髪の色。これ、やばいね。やばいね、これね。これ、確か、就職活動中みたいなことでしょ？確かね。いや、やっぱり、これは、いろいろあんだよな。ここで。やっぱ、なんか、黒がいいよね。やっぱこれだと黒だな。この感じ。田舎の出身なんだけど、もう始まりました。始まりました。あれ？ちょっと待って、これ。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、髪型さ、ちょっとよく、ちょっと待ってくれ。なんだ、あのラインは。あのライン知らんぞ。あのライン聞いてないんですけど。あのラインなんだね。え、黒が真っ黒じゃないの？何あのライン。まあ、いいか。何これはバスの中。心よくおばあさんに席を譲る。もうすぐ目的地のはずだと思い出し、席を譲る。周りの視線を気にして仕方なく席を譲る。なんだって僕の前に。と悪態をついて席を譲る。ほう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 。いやー、これは、でもこの髪型でしょ？まあ、思ってたんと違うんですけど、思ってたんと違うけど、もう仕方ない。もうこんな感じだけど、心よく、こんな感じだけど、心よく、譲っとこうか。お譲っとる。お譲っとるぞ。なんかもらったぞ、今、ポイントを。ポイントをもらったぞ。すっごい髪型。何歳だよお前は。何歳の設定だよ。これ就職活動だよね。言ってんだよね。この髪型。このバスに乗って。はいはい。あ、そう。ほんとこれ就職面接を受けるためにある企業に向かっているだと思うんだけど、何？商談のためにある企業に向かっている。散歩するために水蓮公園へ行こうとしている。ショッピングのために水蓮公園に行こうとしている。素敵な出会いを求めて、とにかく出かけようとしている。ほう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 。あー、この髪型でしょ？もうさ、これもう、あれでしょ？商談のためでしょ？もう、この髪型をバッチリ決めてるのは、もう就職面接とかの前に、もう商談のためだよ。ある企業に向かってんだよ、これ。商談のために、ある企業へ向かっている途中だ。バッチリ決めてね。コマード、バリバリに決めて。あー、始まったよー、カンガルー。はーい。あ、聞きますか、歌をね。あ、上に女の子いた。水田公園前、オールになる方は次で降りなきゃ。あ、これね、災害起きるやつ。あー、すごい。震災の前にあの携帯がみんな鳴るやつね。地震？あー、これ、ね、すごい揺れだって。注意。はいはい。緊急地震速報に従い、周囲の者に捕まり姿勢を下げる。よくわからないので周囲の人の真似をして姿勢を下げる。恥ずかしいのでいつも通りに
平静を装う。緊急地震速報を信じずに、悠然と構える。余裕があることを見せつけるために鼻歌を歌う。これ体験版の時は鼻歌を歌ったんだよね。確かね。ただやっぱりね、これね、信じらんないと思う。急にこれ来ても、本当にそうはならないと思うから、これはやっぱり、こう男バージョンでもちょっと鼻歌を歌っておきますか。一丁ね。景気づけに。ああ、不謹慎だな。すいません。はい。何の歌歌ってんのそれ、何の歌、揺れてる、大きな揺れだぞ、すごいコントローラーが揺れています。すごいね。でもね、これやっぱバスに乗っていながらの揺れってどういう感じなんだろうね。やっぱもっと揺れを強く感じるもんなのかね。僕はもう一度考えることにした。うん、もう一回考えた。もしどうした、巨大地震にあったら、うん、しかも声いいね、初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、うん、僕はそうだよな、どうすっかな僕は。あー、これね、衛生に振る舞うに違いない。怖くて一歩も進めないかもしれない。人と助け合ってお互い生き延びるようにするだろう。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くそう。どんな時でも自分自身を大切にしよう。自分さえ助かればいいんだ。ひどいな。人生を変える機会と考えて生き抜いていこう。どうなんだろう、正直今はわからない。それよりとにかく早く始めたい。もうとにかく早く始めます。お願いします。お願いします。とにかく早く始めたい。言うんだ。すごい、すごい始めたいね。うん。同じ。あ、何？地震が起きてバスが横転したところまでは覚えている。それから、あ、どうなったんだろうか。目の前が真っ暗になった。そうか、そうか。ちょっと気絶していたのかな？あー、ここら辺は一緒ですね。はいはい。はいはい、あ、もう起きれるんだっけこれ。動けるんでしたっけこれ。動けるね。で、外に出たらいいのかな。あ、出たね。外に出る。これがバスの中から。あ、痛い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 。痛いよ。それ傷を負うよ。ガラス踏むと。あ、あんた、大丈夫か。名前は、名前は言えるか。こんな髪型ですけど、バッチリ決めて、今から商談に向かいます。大事な取引なんです。今からね。あ、ここで、あれだね。名前を決める。ああ、デフォルトは武田。これ、最初に名字で、次に段階で、名前を入れるんだと思ったので、ちょっとじゃあ、ここで名前を、決めていきたいと思います。では、行ってきまーす。から離れろ。はい、決めてきましたが、決定ボタンを押したら、ここに進んでしまったので、急遽、録画を開始しました。ちょっとお名前はまだお楽しみということで。はい。ここら辺全部話しかけれるんだよね。はい。電話してる？電話つながんないよ、きっと。大変なことになったな。もしもし、もしもし？そうだよね。こういう時はつながらないんですよ。あ、いてての人、いてての人、いてての人、腰を抜かしてるいてての人。あ、ちょっとこの人の多いを聞いてないね。あれ、多いはどこだっけ？あ、違う違う、主観にしちゃった。戻って。こっちを向け。こっち向いて。こっち向いて。これで、多いは何ボタンだっけ？あれ、違う。おーい！なんで多いって言った後に何今の首かしげて。おーい！で、しゃがむボタンは丸かな？女の滅多に取れないからな。違ったな。話しかけちゃったな。あ、たしなめる女。ここら辺も一緒だね。あ、これか。この、座ってる人、この人何やってんのかなっていう目で見てない？この人何やさっきから座ったり、多いって言ったり、みたいな。恐ろしかった。この人話しかけたっけ？そういえば。腰を抜かしてる人。腰を抜かしてる人。たしなめてる人はいいんだよ。腰を抜かしてる人。
はい、腰を抜かしてる人。あ、大変だ、大変なことが起こった。だな。だな。走るのはどうやったんだっけ？こうか。これが主観で、はい。こっちはいけないよね。絶対行ったら危ないから、黒い黒い黒い。よし、こっちに行こう。主観、主観、主観。走るはこうか。走るはこうだな。あー、ここね。消火栓。これも何かに使うんじゃないかなと思うか、一応チェックしときます。出て、丸出て。丸。丸。違う違う違う、男性じゃない。それ、それ。連結送水管の送水口。おうほう。これ絶対何かに使うよね。絶対何かに使うと思うんだ。あ、痛えな。痛えな。恐ろしかったな。あ、うん、はいはいはい。川瀬県で強い揺れを感じました。川瀬県。川瀬県。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。そう、こういう時はね、ラジオがね、一番ね、やっぱり役に立つ。何？チャリン。アイテム、ラジコを手に入れた。うぅ、ラジコって普通にあるよね。あのラジコ、そうか、なんかコラボをしてると聞きましたが、ラジコともコラボ。ラジコを手に入れた。何？防災マニュアルナンバー54、ラジオを手に入れた。あ、これ、あの、スマホのアプリともゲームが連動してるんですよね。ですよね。ん？はいはい。観覧する。観覧できる。ほうほう、あ、これ集めていけるんだね。いろいろ情報。災害時に最も、早く確実な情報を入手できるのはラジオである。しかし、どんな重要な情報が報道されても、放送を聞かなければ意味はないのである。外出先でラジオがなければ、情報から断絶されたも当然だ。携帯型のラジオやカーラジオのほか、ラジオが受信できるプレイヤーや、携帯電話やスマートフォンなどの手軽に持ち歩ける機器もある。自分が普段使っている機器を確認しておくことが、大切である。すごい、提供も株式会社まちづくり計画研究所。すごい、今回ほんとちゃんとしてるね。すごい、こんなに集められるんだ。へぇー。これはどう、何かでどうか確認できるんかな？オプション。アイテム。あ。ここに、一旦出ましたね。名前。出ちゃいましたね。正直12,060円。一応今回のね、名前はね、世直し侍ジンです。ちょっと事情がありまして、世直し侍のジン。ジンってドラマでもありましたけど、そういうことです。違うんだよ。マップとか見たかったんだよ、わしはよ。マップ。行き過ぎ。マップ。一応ね。あ、こういう感じ。四つ角の物語ね。四つ角。ここが水蓮公園なんだね。周辺なんだね。はいはいはい。はい。はい。了解です。アイテムなんか持ってる？何回開くんだっつってね。何回この画面開くんだっつってね。アイテム。あ。これ何？コンパスケース。これ着替えてぇなぁ。すいません。こういうことですよね。はい。これ最初にできたんかな？これです。こういうことなんです。こういうことなんですよ。あ、いいね。髪型やっぱこれ。これが一応ね、限定で、予約限定で、手に入れられるコスチュームということでね。これを最初から本当は着ていく。かっこいい。お前かっこいいぞ。おい。お主なかなかかっこいいぞ。世直し侍。世直し侍ジン。頭いいね。これ頭も違うのに取りたいね。頭。
頭、これ頭ってあった？アイテムに頭。これ何？スタチュー、キャラクター、主人公キャラクターの状態。あ、ステータスか。どんだけ英語できないんだよ。あ、すごい。基本上、あ、世直し侍陣。商談のためにやってきた若者。で？あれ？こっちにはいけないの。ストレス、欲求、負傷、プレイ状況。総資産。29,860円。え？総資産？ちょっと待って。現在の所持金が12,060円わかるんだわ。総資産って貯金ってこと？お前貯金全然ねえな。29,860円しか貯金ないの？やべえよ、そいつ。やべえよ。ちょ、頑張ろう。頑張ってお金。これお金集めるゲームじゃないよね、でもね。服装アイテムで、あ、ほんとだ。これも、あ、持ってんだ。聞くとこはことができるアプリ。へぇ。はい。ありがとうございました。でだ。さて、参ったぞ。いや、ここはどこじゃ？あ、公園のプレート。はい。こういうのも全部見ていきましょう。水田公園と書かれている。はいはい。そうですか。あれだね、ちょっと、あ、なに、はい、はい、危ない。多いじゃない。これはこう、こう。あれ、嘘でしょ？お前の上。ちょっと待って。ちょっと今のないでしょ？ちょっとさ、今危ないから、伏せたんすよ。危ないから伏せたのに、お前の真上に、大丈夫？あ、やべえ、負傷してる。え、ちょっと待って、ライフやばくない？ちょっと待って、すげえ、ちょっと待って、上の。え、これもう、超負傷っちゃったじゃん。ちょっと、どうしよう。ちょっと、うろ、世直ししてる場合じゃない。世直ししてる場合じゃなくなってきた。すごい。ちょっと待って、企業に商談に行きたいが、この、こいつが邪魔だ。ちょっと、走るとうまくいかないから歩きますね。ここはどこなのじゃ。世直し、すげえ、こっから世直しすんの大変だろうな。世直しすんの。何？誰？おい、ちょっと怖い。そこの兄ちゃん。何？怖い。誰ですか？すいません。何か用ですか？と。勤めて気さくに返事をする。怪しい奴だ、と警戒して様子を見る。急ぎの用事があるので、と慌ててやり過ごそうとする。危険を感じてとにかく走って逃げようとする。いや、怪しい奴だな。怪しいよ。でもお前も怪しいけど、もう怪しい奴だ。怪しい奴だ。お前が一番怪しいけどな。マリナ、人を探してる。え、誰？この辺りで俺くらいの背丈で顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。顔に怪我をしている黒い T シャツの男か。ちょっと待って、後ろに今駆け抜けようとしてる人、そうなんじゃないの？あいつちょっと怪我、まあ、こっからこれじゃ見えないか。あいつじゃないの？今そこを走っていきましたよ、と東方向を指さす。あえて北方向を指さして向こうへ走っていったと嘘をつく。なんで嘘つくねん。どうせなら、と反対方向の西尾さん、どうせならって意味わかんないんだけど。何どうせならって。あっちへ走っていったと嘘をつく。この男は信用ならないので南を指し、そっちで見かけたと嘘をつく。関わりたくないので、あえて見かけていないと嘘をつく。いや、そこにいるんだよ。そこにいるからさ、世直ししたいからさ、協力するよ。今そこにいんだよ。後ろにいるよ、お前の。後ろ。今、そこを走っていきましたよ。うん、行ったよ。あいつそうでしょ、絶対後ろ。逃げ足の速いやつだ。すごい、指の刺し方が。あ、すごい負傷ってる。これどうして、クーって言ってる。ちょっと待って、走ってた方、なんかあんのかな？待って。走ってたのは、
この間通れないの？あ、通れた通れた。こっちに走ってたってことよね。ちょっと視点を変えて、こうして、はいはいはい、こっちに走ってったよね。こっちに走ってったと思うんだけども、違う。なに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 、なに、はい、今しゃがんでます。主人公はしゃがんでます。ジンは、夜直し侍ジンはしゃがんでます。やべ、行けなくなっちゃったじゃん。ちょっとちょっとちょっとさ、ずっとクーッって、ずっとこの人苦しんでるんですけど、ごめんね、なんかごめんね。それはちょっとここ事務員の事務員の事務員の方、ちょっと痛いんすけど。はい、ででで、でちょっとどんな感じ、どんな感じ、大丈夫？だってさ、信号機がさ、危ないと思ってしゃがんだで、信号機が上から落ちてきたんだもん。そりゃ痛いよ。ってか、よくお前生きてんな。ぐーってやって。ちゃちゃちゃ、この人に話しかけたいの。痛がってる場合じゃないの。ここは通れないみたいですね。それにしてもいつもの風景と全然違うわ。だからさっきここ走ってかなかった？ねえ、さっきここに黒い T シャツの。ちょっといちいち痛がってな、男走ってかなかった？ねえ。おーい！ねえ、走ってかなかった？ダメだな。その怪我をなんとかしないとな。怪我をな。怪しいわ。まあ、なんかもう、コスプレの人なんだろうなって。日光江戸村から、たまたまここに来ちゃったのかな、着替えずにみたいな感じだけど、実はこの人江戸からタイムスリップしてきてますから、世直しするためにね。近い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 。これどこだよ今。お前はどこにいるんだ。なんかさ、前にあの服とかコンビニとかもあったよね。コンビニに行きたいな。コンビニあったと思うんだよな。はい、視点を変えます。コンビニ、コンビニ、横歩きです。今、これ横歩きしてます。大きな地震だったから。ああ。何、何、何、問題？何、事件、事件？どこで事件？何、言い合ってる？お前は痛がってるな。あ、ここら辺に、いますね。ここら辺の人ですね。どこ、主人公どこにいんの？主人公どこにいんの？あ？主人公が消えたんですけど、主観が戻らないんですけど、どういうことですか？あ、戻った。で、今なんか、言い合いしてなかった？ここら辺で。さっそうと歩いています。言い合いしてたよね、今ね。お前がぶつかったどうのこうの、どうのこうの言ってたのはどこですか？どこで言ってた？あ、ここだ。ここの言い合い。おい、夜直し侍が来たぞ。夜直し侍が来たからには仲裁に入ってやろう。どうしたんだ？攻める女、圧されてる男。攻める女、どう、痛がってる。あなたが急に止まるからぶつかったんでしょ？こんな時にこっち痛いんだよ。で、男は？おい、相手の話を聞けよ。相手の話？お前、もう痛がんのやめろ、そろそろ。そろそろ痛がんのやめろ、マジで。ちょっとね、体験版とはやっぱちょっと人物も違うんでね、ちょっと、話をかけてはいきたいな。ちょっと、どうしてもこういうのは、痛い。心が痛い。はい、結局何もしない男。何、人生でか？こんな時に喧嘩しなくても。この人、さっきの人たちを見てて、あれか。結局見てるけど何もしてない。お前痛がるな。痛いよな。もう、ほぼ死だもんな。ほぼ死んでる状態だよ、ライフ。あれ、あんの？ライフ。この人、ごめんなさいね。ごめんなさいね。ちょっとこっち痛いんでね。ちょっと。重なっちゃうやつ、出し切り締めちゃうやつ。ちょっと話しかけたいですね。この人にも。丸を出したいですね。丸が出ませんね。
あ、出た。興奮気味な女性。わー、すごいわ。何見て？何見てんの？この状況。あいつ不謹慎なやつ見つけた。お前、世直し侍が来たぞ。お前、不謹慎だぞ。あ、やっぱほら、ほら、不謹慎な男性。ほら、見たことか。お前、不謹慎な男性だぞ。これは取っておかないとな。町中が？どこで、誰？今の、どちらさんですか？誰ですか？今のは。今の言ってんのは。こっち行って。あ、面接会場が近いね。なんか面接のことを言ってるね。てか、コンビニがあったはずなんよ。痛い痛い。コンビニどこよ？すぐには撤去できないか。撤去できないか。そうだろうな。私は歩くよ。ここはどこじゃ？これは？このビルは何ですか？このビルは何ですか？このビル入れない？あれ？このビル入れないね。はあ、ははあ、そうですか。入れないと。あとどこに行けるかな。あ、救助している会社に。うわ、すごい、血がすごい。抜け出せそうだぞ、頑張れ。これ手伝ったりできないんだっけ。ちょっと手伝、こっちもこっちもね、ちょっとね、だいぶね、傷んでるんですけど、救助してる男性、こっち。よし、引っ張るの。お前、どういう見方してんの。ちゃんと正面見て。どういう見方だよ。よし、引っ張ろう。これ、一緒にやるみたいなモーションないのかな。もう一度引っ張るぞ。あー、そうですか。まあ、こっち、怪我。これ大丈夫かな。途中でもう体力落ちて死ぬとかないかな。こっち行ける。中の人は出てこられたのだろうか。どこの人。通報している男性。大変です。バスが乗用車に乗りかかり、その前は燃えた街路樹が。通報しとる、通報しとる。あ、いてててていてててて。僕の分も通報してもらえないですかね。僕の分も。ちょっと消えないで。あ、現れた。この人は？この人。あ、ごめんなさい。ぶつかってたのね。近い。この人、この男の人。え、どこ行った？おい。世直し侍？あ、いた。あ、いて。あ、いて。バスを心配してる会社員。これは大変だ。このバスに。出てこられたのだ。うん、こっちに喋ろうとしたじゃん。今ちょっと、かぶっちゃった。ごめんね。このバスに乗っていた人たちは大丈夫だろうか。このバス。わあ、なんか燃えてる。向こうで燃えてる。こうして主観にすれば見れるかな。あれ、見れない？近い。ちょっと下がってもらって。あー、見えてる。ほら、運転手さん。このクーっていうのは主人公の痛がる音ですから。わあ、でもこれもう無理だよね。こっち行けないな。仕方ないな。まったくどうなってるんだ。何まったくどうなってるんだって。何、どこの人が言った。今この人、お主が、お前痛がるなぁ。仕方ないけど、見上げてる作業員。あ、ごめん、ぶつかっちゃった。ちょっと、向こう向いて。はい、見上げている作業員。いきなりブレーキを踏まれたら、たまったものではない。あー、いろんなとこでやっぱ、急に止まるから、衝突事故がこういう時って起きちゃうんだね。これ、くって、いちいちやな、お前は。いちいち痛がるな。もう瀕死だもん。こんな、さっそうと歩いてるけど、もう瀕死だからね。まあ、あとちょっと子供とかに蹴られてるレベルで死ぬと思うよ、この人。ほら、いてって。これは進めそうにないな。うん、もう進むとかっていうレベルじゃないからね。あ、
ニュースもラジオを聞いてる人たちもいるからね。なんか今、いた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 、君を探していた。じゃあイライラしてる人じゃない。そうどうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの。いやいたね。このままじゃ私学校に戻れない。あのすみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。これさ、よくこの衣装を着たこのちょっと怪しい男に声かけたね、君も。青いベストの？いえ、心当たりはありません。青いベスト？どこかで見たことあるような。落ち着いてください。何があったんですか？と冷静に尋ねる。困っていることにつけ込んで人儲けできそうだと思わずにやける。いや、世直し侍だからね。世直し侍なので、これに、なんだけども、貯金額がないんで、貯金額ないんですよね。貯金増やしたいよね。人儲けしたいよね。私、何ちょっと待って。教師で日賀と言います。日賀ちゃんね。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて、呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。かわいい、かわいいな。わかりました。っていうか、さっきのさ、そのニヤリとするみたいなさ、なんの指出してやるやつ思ってたのと違うんだけど、まあいいか。わかりました。黒いベストの生徒を見つけたら教えます。相応の報酬をもらえるなら探してあげますよ。こんな時に人探しなんてしていられない。他渡ってくれ。とても面倒で気が進まないけど、もし見かけたら教えてあげますよ。女子高生だって、女子生徒だって可愛いんだろうかと、喜んで探します。なんて可憐な先生なんだ、僕の好みだよ。喜んで探しましょう。なんか男でやるとやっぱこの選択肢も変わってる気がするよね。いやー、これはね、報酬、その報酬をもらえるなら探してあげますよ。もうなんか前はした気がする。でも、ちょっと、もう、可愛いんで、もう、女子生徒はどうでもいいんだわ。もう、このね、この先生可愛いから、喜んで、好みだよ。いや、喜んで探します。すみません、謝らしちゃったじゃん、謝っちゃったじゃん。もうドン引きで、生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。3人ね、探しましょう。もうすげえ気持ち悪い、この状態ですげえ急にさ、いてな。わあ、この先生はね、あれです、体験も見てくれてたらわかるんですけど、あの方なんですよ。かわいいね。嬉しいね。出会ってね。これもういい、隣でイライラしてる隣ですげえ痛がってるし、もうどういう状態なんこれ。まあ、今回はじゃあ、こんなところにしますか。こっからいよいよ始まりますね。この世直しが。この世直し侍陣の戦いが始まりますよ。もう、この時点で、瀕死の状態で、疑ってるわ、瀕死の状態ではありますが、ここからなんとかやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次回からお楽しみにしてください。ゲームが上手になりたいな、いっぱいみんなに褒めてもらいたいから頑張ってコントローラーを握る。お母さんはいつも、終わっちゃったよ。